花水館の皆さんです。花絵巻舞乱といってテーマは花魁です。豪華な衣装に派手なかんざし、知れば知るほど奥が深い花魁の世界を華やかに演舞いたします。華やかな歴史絵巻をお楽しみください。それでは桃花水館の皆さんです。よろしくお願いします。会場の皆さん、こんにちは。こんにちは。弘前で活動している桃花水館と申します。よさこい津軽20周年おめでとうございます。我々も少人数ですが、結成14年目になり、地道にコツコツと活動しております。今日は参加できないメンバーもいて、頑張ってきてという熱い思いを受け取りました。少人数ですが、これから花魁道中を皆さんの心に響く演舞ができたらなと思っております。これから演舞する踊りは花絵巻舞乱といって、花魁がテーマです。花魁と聞けば豪華な衣装に派手なかんざし、高下駄を履いて八文字歩きで練り歩く花魁道中を想像することと思います。その花魁道中を今日はよさこいで演舞したいと思います。少人数ですが、どうぞよろしくお願いします。花の津軽に咲いた大輪一つ、ひらりひらりと蝶が舞う、色でにぎわう津軽の粋な風情を紅に引く情緒あふれる花魁道中。Oh, yeah.
東葛瑞巌の皆さん、ありがとうございました。皆さん、すみません、失礼します。続きまして20